騙されたのはなぜかギリシャとトロイが戦争をしていた10年以上も戦いが続き兵士たちは飽き始めていたギリシャ軍は一計を案じた巨大な木馬を作りその中に精鋭の兵士を潜ませたのだ木馬には 女神宛てないに捧ぐと掘った。そして兵を引いた。トロイ軍分かったと思い、木馬を戦利品として城内に入れ、兵士たちは酒盛りを始めた。寝静まった頃、木馬の中の兵士が城門を開き、ギリシャ軍を引き入れた。トロイは破れ、滅びた。トロイの木馬。ギリシャ神話。 この話は史実だという。映画にもなった。よくある戦術だね。孫子は、戦いは、騎兵だと言った。つまり、いかに敵を騙すかということだ。なぜ呂井は負けたのか。隠れた言葉を探そう。油断か。木馬を城内に入れなかったら、負けなかったかもしれない。なぜ入れたのか。 勝ったと思ったから。それはなぜという風に、一つ一つを追い求めてみよう。一方、ギリシャはなぜ勝てたのかな、と考えてみよう。両方の根拠を、両方の側から考えなくてはならないからね。つまり、軽略さ。人が騙されるようなことを仕組んだから。その一つは、放置した木馬。 そこに、女神に捧ぐと掘った。なぜか、相手が進行しているからだ。次に、兵を引く。負けましたとは言わない。しかし、視界からギリシャ兵がいなくなり、木馬がポツンとあれば、敵がどう思うか。そこをよく計算している。トロイの側に戻ろう。 予言能力を授かっているトロイ軍のカサンドラは疑いを抱いたが、誰も聞かない。見たものを思いたいように思ったから。となると、油断だけではまだ浅い。もっと隠れた言葉が見つかる。信じるだ。そこから、信じたいという言葉が見えてくる。言葉のつながりがはっきりしてきたね。自然の心の流れ。 それを、ギリシャは巧みに計算していた。信じたいとか信じるという行為を逆手に取る。品がいいとは思わないが、この戦いにはそれがある。これは読解の大要素だね。何を信じているか。それを発掘していくと、話の構造や人の心の構造が明確になる。騙されるのは、信じるから。 君はどう考えるかな。読解は隠れた言葉の連鎖を探すことでもあるんだよ。